ポルトノボの戦いは、1781年7月1日に、インドのポルトノボにおいて、イギリス東インド会社とマイソール王国との間で、行われた第二次マイソール戦争の戦いの一つ。1781年、第二次マイソール戦争中に、南インドに派遣されたアイルクートは、マイソール王国軍と激しい戦闘を繰り返し、バンデバッシュを解放した。しかし、 マイソール側のハイガルアリーの策略により、カーナティックでは物資の補給が困難となっており、アイルクートは間もなくセントデービッド要塞に引き上げた。それからアイルクートは艦隊からの弾薬の補給を受けたのは、もちろん4日分の食料の供給を受けながら、マイソール側の主戦力との海戦を望みつつも、海岸線を南に前進した。アイルクート7月1日。 イギリス軍とマイソール軍は、セントデービッド要塞から、南の海岸部の村、ポルトノボで戦った。イギリス軍の不評部隊は、ほんのわずかの米を食べた後、2列の戦闘序列を組んで、低い丘陵地帯の頂上に防御陣を敷く、マイソール軍に向かって突撃した。イギリス軍はこの時、ハイダル・アリーが待ち構えていた、主要道路を離れて、激しい砲撃のもとに列を組みながら、 砂丘を横切って前進してきた。マイソール側が騎兵でイギリス軍に吸収をかけようとしたとき、イギリス軍の第一戦は巧妙にまるで魔法を使ったかのようにいくつかの堅固な法人を組んだ。それはイギリスの不評がヨーロッパにおいて敵軍の騎兵と戦闘する際に展開する婦人であった。無論、マイソール側にその戦術が理解できるはずもなかった。圧倒的多数である、 マイソール側の騎兵は、邦人と邦人の間に突撃し、これに襲いかかったが、イギリス側の銃剣に押し戻され、多数の騎馬兵が、人馬の叫び声の中に倒れた。マイソール側は混乱する、第一波の軍を助けようと、第二波の騎兵を送ったが、これは、マスキー銃の銃撃と砲兵隊の砲撃を受けた。 これはたった数分の出来事であり、生き残った騎兵は向きを変えて逃げ去った。やがて、イギリス軍の邦人からは、砂丘の戦場の物音を超えて、勝利に喜ぶ歓声が上がり始めた。その後、邦人の兵は再び隊列を組み直し、埋蔵ーる側に向けて整然と前進した。だが、ハイダル・アリーは諦めず、あくまでイギリス側と戦い続けることにした。 マイソール軍は砲兵に援護された強力な騎兵と不評を他にも持っていたので、これらにイギリス軍の背後をつくように命令した。しかし、先陣を切ったマイソール側の騎兵は、間もなく沿岸に待ち伏せていたイギリス海軍の艦砲射撃にさらされた。この間、イギリス軍の不評部隊はマイソール側に前進を続け、その陣地を占領し、マイソール軍は敗走した。 マイソール軍の被害は甚大で、これはあまりにも重すぎるものだった。ハイダルアリーは、誇り高き選手ではあったが、さすがに、武将らの何人かは、引き上げることを要請し、彼は戦場を離脱せざるを得なかった。この戦いは、アイルクーと率いるイギリス軍の大勝利であり、イギリス不評の法人戦術が騎兵を破った、戦いとしては最高傑作とも言える戦いだった。 とブライアンガードナーと評価している。また、陸海軍の共同作戦がこうそうした戦いでもあった。事実、イギリス兵8500人のうち死傷者は300であったが、マイソウル軍65000人は6分の1以上の死傷者を出したところを見ると、この勝利がどれだけ大きかったかがわかる。ところが、この戦いは、イギリス東インド会社が言ってきた、プラッシーの戦いや、 ブックサールの戦いといった大きな戦いと並ぶほどの戦いであるにもかかわらず、あまり人々には知られていない。ありがとうございます。